翔太、翔太、俺たちがムーブを作るウォーターボーイズムーブです。今日は4人集まったんで、はい、できるパーティーゲームをしていきたいと思います。はい、ゲームは動画で獲得した引き分け仕分けぴったり半分クイズっていうのでアーカイブパラデンパが出ましたので、よかったらこれも見たいと思います。はい、ゲーム面白かったんですけど、この後の、まあ、トークみたいなのがこのゲーム面白いんで、まあ、たくさん大人で集まった時とか仲のいい友達やるととても面白いゲームになってるんで、よかったら最後まで見ていってください。それでは本編の振りを結構よろしく。え、何で聞いてる？もういいよ。簡単にやろ。どういいんじゃないかな。わかった。じゃあ某お菓子 CM の言い方で引き分け仕分けみたいな。引き分け仕分け。ボーデスタート。ボーダーボーイズムーブです。久々に4人来るんだ。なんなら初めて。この世には初めてだ。あら、じゃあちょっと仲を深めましょうか。はいはい、はい、今日は仲を深めれます。ぴったり半分クイズ引き分け仕分けというゲームで遊んでいきます。まずノーイエスのこのカードをナイスと出せます。ノー、今から各自質問するんで、イエスだと思ったら上がイエス、ノーやったらノーメイド出してください。はい、はい、次山札あります。何が書いてるかっていうと、テーマと質問が書いてます。この下のスポーツっていうテーマ、これを見たら僕がスポーツの質問を考えます。野球よりバスケ派だみたいな。イエスノーです、答えてる質問それに対して、まあ、4人でイエスノー答えます。ここは大事です。2人がイエス、2人がノー、ぴったり半分 50%50% にすることがこの問題の問題じゃないか、このゲームの目的でございます。まあ適当に雑談しながらやっていきましょうか。よろしくお願いします。いきます。いきます。はい、お酒飲み考えてもいいんですけど、上の質問も読んでもいいんで、これでいきますね。正直ビールよりチューハイが好きです。はい、せーの、イエス。イエス。あら、翔太だけビール。いっぱい飲むだけなんだ、ビールなあ。ビールでもいらん、いらん、みんながビール飲むから、じゃあそれでいいよってなるけど、正直最初からもう梅酒でいい。あ、梅酒ね。そう、なんか甘くなりすぎる。あー、やっぱビールの方がほぼ家に飲める。そうですね、余裕がまで。あー、失敗でした。まあ、こんな感じでやっていくんで。なるほど、じゃあ行こうか。はい、食べ物、キノコの山、タケノコの里書いてあるし、キノコとケノコって書いてある。はい、やったら、やったら、うん、タケノコの方が好きだ。はい、はい、せーの、イエス。あー、そうか、手汚れるやん。ビスケットは作るけど、こんなんで言うのかな、黒がダメ、持ちたい方だよ。失敗でーん。じゃあ、そうだな。お金が欲しいと思うと、イエス。自分のお財布事情は管理している。せーの、イエス。おー、すげえ。収入施設は何本だ。どうやって見てんの。家計簿。家計簿つけてます、ね。偉いなー。偉いなー。欲しいもあったら欲しいも買う。それだけ。それだけの話。先月残業したから大丈夫やろ。計算したけど、本当に大丈夫。一番盛り上がった。旅行。お金とか金銭面とか。日数とか全く気にしたくていいとして、日本一周してみたい。なるほど。イエスはどうだ。せーの、ノー。イエス。うわー、すげえ。あら、すげえ。そう、ノーなんや。それはどういうの。いつか北海道と沖縄行ってみたいです。ただこうはしたくない。これ一周はいらん。なるほどね。北海道沖縄行って満足。満足。どういうの。旅行とか全然好きじゃない。ああ、そっか、それか。インドアなんで僕。あ、それは僕も。そっか。いや、お金も時間もあんやったらやってみたよな。一回ぐらい。なんならメンバーで。なんならメンバーでやるけど、もうそれは当たりやったわ。メンバーで行ったら。旅行とかやったら全然ね、あれも。
勉強学問。勉強？夏休みの宿題は後半に畳みかけるタイプだ。せーの、イエス。うわー、惜しいな。あなたノーなんだよ。俺ノーっすよ。俺だって宿題めっちゃ嫌やから早終わらすんですよ。翔太もノーな気がしたけど、いや最初その気でいるんですよ。リッコさんと同じ気持ちで最初挑んで、読書感想文とかめんどくさいやつは最後に残ってるから叩き勝ちるっていう、うん、経験体験、体験版ゲームとかの体験版は必ずやる。なるほどね。せーの、ノー。そうなんや。マジで、マジで逆やった。やらん方がやる。やるんやったらやらへん。オカルト。オカルト。オカルト。信じるか信じないかはあなた次第と言われて、信じる派。イエス感が。何？おもろい。あ、なるほどな。おもろい。なるほど。って言われたら真っ先にどっちですか。あ、なるほど。せーの、ノー。あー、バカ一個はイエス。人にもよります。いや、でも逆に言えば、人を信じるいい心を持って、僕らすぐ疑ってしまったり、いいのが。家、部屋。おお。月1回以上自分の部屋の掃除をしている。なるほど。はい、せーの、ノー。ああ、家見れた。俺も月1回以上右かけて、あ、絶対ノーやし、俺もノーやと思って失礼な。本当に事実ですね。おい、ゲスト上げてから言え。間違いない。これで今日は決勝は今日終わりたいと思います。まあ、こんな感じで、もちろんゲーム面白いし、その後のこうアフタートーク的なんか結構盛り上がるんで、ぜひ皆さんも勝手にやってみてください。というわけ、仕分けでした。では最後に、好きなクイズ番組、はい、クイズ企画的なものを最後言って終わりましょう。はい、ヘキサゴン。ヘキサゴン。ミラクル9。お題をいっちゃう。